人京都古戦にキャンディはいどうもこんばんは火曜日の8時はフリーウェイのメイドイン京都古戦でございます俺なフリーウェイメイドイン京都いうのをやめようと思ってた今だけど火曜日の8時空いたらもうそこへフッと行ってしまったからねフリーウェイメイドイン京都8時は古戦でございますキャンディーですこんばんはいやせやとこういうテーマの時にいきなりね年とくとね、後がやりやすいあ、そうです毎回この後弁解してやっておりますがね先週か先週かほら、はい、オーディションの受け方みたいなの言うたやんあ、そうですね、言ってくれてる目立ちやとか言うてたやんかはいなんせ目立った方がいい、ねだから番組でもボーンやり始めた途端に閉じるとかねそう、こけるとかねそうそう、別にオーディション受けてるわけじゃないから目立たんでもいいねんけど目立ったらいいって言ってたやんはいそしたらね、公開録音やってる時にね誰が二十歳ぐらいやったかな、女の人来てねはいで、古戦さん私、タレントになりたいんです、ボヨヨーンって言うぐらいなボヨヨーンなにこいつと思うやんか、ね、まあ話聞いたらそういう勉強して目立ってなりたいんですこの間放送聞いてたらね目立ちなさい言わはったからいきなり初対面でもねそれぐらいかました方がいいやろかましたとは言わはれんかったけどいいやろって言わはったんやけどねこれは明らかに間違ってますあ、不意をつかれたんですけど間違ってますいやいやだからその子の目立つっていうのはね、ただただあんた、ね、気をてらっただけでしょあね、そういうのはいかん僕の説明が悪かったよね、はい、目立つ言うても光らないかなるほどね。ね、他のもんより光る。それやがな。いきなりあんたボヨヨンはいかんやろ、そんなもん。センスのいい目立ち方をすればいいんですね。そうそうそう、そういう子何言うか分からへんと思うから、もう絶対採用せへんで。まあ、それなりにとりあえず、適当にね、説明はしましたけどね。勘違いしないように一つね。一生懸命説明間違いせんように説明しますが、まあまあ、そういうこともある思って聞いておいてください。はい。この番組は、ホテル松井ほか各社がお送りします。